それでは表題のタイトルを、自然言語処理研究室の西山から発表を始めさせていただきます。今回の概要なんですけど、今回は中国語の文字ベースの学習モデル、ポスタギングと、品種付けと、あとはセグメンテーションのための、モデルの提案ですね。で今回は、RNN と CRF を組み合わせたモデルを用いています。でこの結果、データセットのサイズとドメインに影響を受けにくく、広い分野で最高性能を獲得しています。また、この、CTB5 っていうのはニュースのデータセットなんですけど、セグメンテーションと、品質付与のタスクにおいて F1 スコアで 94.38 を得ました。でまずはじめに、このセグメンテーション&ポスタギングっていうタスクなんですけど、これは、単語分割と品質付与という2つの、タスクを組み合わせたものですね。は、言語処理においてどちらも重要な技術なんですけど、もちろん講談の処理をするときに必須となってきます。特に日本語では単語分割をしないとそもそも講談の処理ができないという問題があります。そこで品詞を単語分割の際に利用すると精度が向上するという知見があるので、今回も単語分割と品詞を同時に推定しようというのがこちらのタスクになっています。先行手法としてはこちらの手法で、コードパーセプト論とビームサーチデコーダーというものを使って同時推定によって現在最高性能を得ています。でまたバイオディレクショナル RNN と CRF の組み合わせは、系列ラベリングにおいてそこそこいい性能が得られているという結果があります。でまた長期の依存関係だとか文全体の考慮ができているのではないかという知見があります。ということで、今回の目的は完全な文字ベースの単語分割と品質付与を同時に行うモデルの提案ということになります。手法なんですけど、これがベースラインモデルで、これが先ほど言ってた、バイディレクショナル RNN CRF モデルですね。ワンホットベクターが何か入れて、フォワードとバックワードの RNN を通して、その結果を最終的に CRF の層に入れてあげて、どこで単語が切れるのかと品質を同時に推定するというタスクに、ベースラインになってます。でタグは4つあって BIES ですね、4つのタグになってます。今回の提案手法なんですけど、このベースラインのこの部分ですね、文字エンベディングの部分を、工夫をしているということになります。で3つありまして、1つ目が N グラムの、コンカテネートしたものと、ブッシュと文字画像の特徴、あとは事前学習ですね、エンベディング、普通のエンベディングになります。でまず最初の文字の連結なんですけど、これが文字の 1g、2g、3g の3つを全て足したものをですね、単純にベクトルを足していくものになってます。でこれを行うと、隣接する文字の情報を考慮しているので、ある程度の範囲の連続した値を考慮できるんじゃないかということで、この1つ目はこのモデルになってます。で2つ目が文字の分散表現じゃなくて文字画像の特徴を得たものですね。これは例えば、これが中国語の金を表す漢字らしいんですけど、この漢字を部首とした銀だとか鉄だとか針ですかね、3つがあるんですけど、これが何かしらこの金属っていう情報を持っているっていうのが共通しているので、この部首の情報を抽出してあげて、それを使ってその部首の特徴の何か特徴なのかっていうのを CNN でマックスプーリングを2回通してあげてベクトル化するっていうものがこのベクトルになってます。で最後はグローブでエンベディングしたものですね。で道語に対してはランダムなベクトルを付与するということを行ってます。実際の実験なんですけど、大きく分けて2つデータセットがありまして、1つ目がこのチャイニーズ 3D バンクですね。2つあって、1つ目が 9.0 というバージョンのやつですね。複数のドメインがあって、複数のドメインからなる結構大きなデータセットですね。で 5.0 の方は、その中のニュース記事のみを抽出したデータセットですね。大きさ的にはこれぐらいですね。9がこっちで、5がこっちですね、になってます。でもう1つがユニバーサルディペンデンシーという中国語の、その中の中国語のセクションですね。が2つあって、1つ目が一般的なタグ付け化されているものと、中国語にしかない、ちょっとわからないんですけど、中国語にしかない言語依存のタグという2つがあります。これは、あんまり大きくなくて、CBT5 よりもかなり小さいものになってます。でその分、アウトオブボキャブラリーですね、道語の部分が増えてます。
で実験設定としては、物質と文字画像の特徴ベクトルを作るために、こちらの事象を使ってます。でこの中には214個の、部首がありまして、もしこの中にいなかった場合には、別に、ベクトルを作成してます。でまた、事前学習の方は、Wikipedia と、こちらの、フリーの Web コーパスだったか確かから学習してます。で実際の実験の結果なんですけど、 F 値による、ベクトルの評価ですね。でこれが縦軸が、まあ、N グラムを増やしていた時で、横軸のこれが、まあ、データセットですね、別々の。で結果としては1グラムと比べて2グラム以上になると、まあ、精度が向上していくっていうのはあります。その、まあ、ってことは隣接する文字情報っていうのは一応有用なんだろうっていうことが分かります。ただ、3グラムを超えると、こちらはもう精度が低下していますし、こちらはまあ上がってはいるんですけど、精度の向上があまりなくて、その分まあ訓練時間が伸びているのに対してあまり学習が進んでいないっていうのがありました。次に部首ベクトルの比較なんですけど、3グラムがまあさっきの N グラムで最も良かったんですけど、それよりもそれにプラスして部首の情報を加えると精度が向上する、さらにそこに画像の情報を加えるとさらに精度が向上するということがありました。ただ訓練データの少ない UD1、UD2 でも若干の精度向上が見られたというのがありました。最後に、グローブによる事前学習なんですけど、まあ、ワンホットベクターに比べると精度はまあもちろん高いっていうのと、なんですけど3グラムと比べると精度は下がるっていうものがありまして、ただしその3グラムと先ほどの部首の情報をにさらにこのグローブの情報を加えると精度が向上するっていうのがあります。加えてそのこちらのあまりデータセットが大きくない場合でも精度向上に寄与しているというのがありました。従来手法との比較になります。最初のどこでしたっけ、最初の、こちらですね、こちらの、後続パーセプトロンとビームサーチレコーダーを使った実験との比較になります。結果としては全データセットで精度が F 値ですね、これもが向上しているというのと、特に道後において精度が全て向上しているというのが大きくて、ロバスト性が高いのではないかという知見、が得られました。また、先ほどの CTB5 ではなくて9の方の、たくさんドメインがあるっていう場合の比較なんですけど、どのドメインにおいてもこちらが今回の手法でこちらが先行手法なんですけど、どのドメインにおいても先行手法を上回っているっていう結果が得られました。また、あまりニュース記事だと改善が見られなかったんですけど、どうですかね、これですかね、見られなかったんですけど、他のウェブ記事だとか、誰かが修正していない、あまり綺麗ではない文章に対しても精度が向上しているという結果が得られました。まとめになります。今回は文字ベースの、バイディレクショナル RNN と CRF を用いたジョイントセグメンテーションとポスタギングのための、モデル提案を行いました。で結果としては文字の分散表現方法3種を全てアンサンブル学習で学習させた場合が最高性能という結果が得られました。でまた、従来手法に比べて複数のドメインで、有効性を示していました。で特にウェブ記事などの崩れた表記とか、訓練データの少ない場合に対して有効な結果が得られました。以上で発表を終わります。ありがとうございました。